ああ、そう、活躍している。何者、邪魔立てするなら容赦はしない。では続いては、あ、流星君流星さんのメルカバですか。さあ、この組み合わせどうなんでしょうね。五分な気がしますが、見ていきましょう。グラつぶしのグラつぶしが通って透かし投げが通らない。グラつぶしのジャニシーが通ってコンボにつなげないが、シース剣は持っている。ジャニシーはしっかり反応して、しっかり西を V を浅いって、さあ三振グラップ1マウ。流星さん、これどうすんの、これどうすんの、この後どうすんのCSK も取られている状況で、辛い状況ですね。ダメージは取ったけど、有利を取って、ね、まま、あとはもう何かが光ってしまうだけでメルカバーシにします。さあ2エコスリが、あそこで暴れてはいけない。DC が、おっと、早速割っていく。これは CS 剣がバチス側に来ますね。ゲージもなくて、メルカバ側は相当辛い状況です。やることはない。ゴシーが刺さる。 DC CS は使わない。投げを外して、さあ平気の暴れ通しだ。ゴールの補正は重い、痛い。しかしゲージは 100% 持っている。合格からミスってしまう。弾がめんどくさい。このゲームは死にません。投げが赤毛になってワンチャンあるぞ。中段が通ってしまう。だがこれはまだ倒しきれないので、あと1回投げ外して投げを外す。ガッツポーズして、お互い外して、おっと、C 捕獲の発生が早い。しかしゲージがないので、おっと、開幕飛びが浅れた海だったが、さあこの城は重いが、コンボ落としてしまう。さあ、ここから強くに潰しを見つけて、さあ攻めを継続。さあ、まとわりにバティスター 2B が刺さる。さあ、藤井足へ運んで、投げ抜ける。投げは通らないですね。おーっと、ここは終活でしっかり割り込んでくる。このコンボが重い。できている。さあ近づいて、さあしっかり反応する。さあ、こっち側で位置も入れ替えて、おーっと、ここは投げが通ってしまう。投げが通る。勝ったのは流星メルカバー。あと残ってんのすね。ケスケさん行こう。ケスケさんお願いします。お願いします。そんな異名があったんです。いやいやいや、まあマジかここら辺は勝ったよ。さあ見ていきましょう。
ケイスケさん頑張ってほしい。ってか頑張って。固めるのが、あと残ってんのが4クーガから6グラツミシの護衛、護衛を見せて、アーバリツミシの飛炎が通る。グリッドもリンネガンきて、アーバリツミシは護衛で潰されちまう。画面端を継続、中段は立っている。メルカバのターンが来たが一旦逃げる。 2C で暴れ潰し、目は覚めたか。セカンドフロー、まずは安定感を見せて、ケースケリンネがまず1本投げを通して、クーガがカウンターヒット、すげえ当たりが出た。 2B を置いてくる。まあまあ、塩昆布って作家の名前かな。9月から CS を吐いて投げは外す。さあこのラウンドは随方ちゃんがかなり体力を利用している。さあ CS 剣はリンネガーに来るので、リンネガー取って使っていく。護衛、こうなるとやはり面倒くさい。さあここで捕まえて、ダメージ終了終わって、流れがリンネに来ている。あとワンコン、流れが来ている。さあサルが通って、これはゲージ、あコンボがつなげない。さすがにここはもうこれしかないっていう。4月を吐いてくる。サードフロー、リバイド。さあ最終ラウンド、しかしゲージ状況はリンネ側が大幅に有利。 4C がラッシュガードに噛み合って、おおっと、お互い相打ち。使ってく、逃げて、クーガクーガから、さあ固めて、ね、ここは確定している。シエスケもリンネに来て、ここで入って 2B から、距離離す。さあクーガ対空になっている。判定強いですね。シエスケもメルカバが来る。早速使ってゲージを回収。V を通してアサルトが通って、これはさすがにインフィニットワースでなく、ヒエンクーガで勝ったのはケイスキさんのリンネ。いやーやった、メルカバ倒した、やった。次はどうします。体を満たすのは構わないが、俺がガッシーさん、何ガシアン、次に出てくるのはガシさんのアレン。おお、中学高校時代のリア友の方の宣伝らしいです。なるほど、繰り返すか。まるで我が生き様を見ているようだな。ガシさんブレードアクスでってか、今2度もらってんじゃん。あ、そうだそうだ、四天王だ俺。同じ四天王だけど、俺今日は里丸軍なんでね。そうだね。ケイスケさん、恋まぐわい買ってよってコメントある。マジありがとうだって。さあ見ていきましょう。これでもワレンがビューリと、さっき時間さんが言っていた、さあ 1A が出てしまって、アサルトカウンターから2連地面。さあ剣にもゲットして、さあ5C、おお出し5C、 体力もグリッドもリンネが取っている。さあこれで 2A を置いてきて、勝利で割り込む。 1A 暴れ、さあバッチンバッチン、 CS 剣がリンネに来てしまう。クーガで有利を取って、アサルト、アサルト、アサルト、投げが通って、投げセカンドクローズ、リバイド。
さあまず1本取ったのはケイスケリンネ、中断は取っている。ガードしてる。熱帯じゃないです、明けです。これは明けです。遅延はないです、ラグはないです。ここはしっかり着地に刺したが、コンボに行けず。この組み合わせは結構中距離でじりじり読み合いしてる感じになりますね。ここは確定、確定じゃないかな。さらに権利を使ってダメージ稼いで、ダメージ8。さあここは再び使って、再び CS。 さあ1は入れ替わって2秒に引っかかってしまう。さあこれ一気にリンネのターンが刺さると、吹っ飛ばしで使ってくる。シースを吐いてボディプレス確定。ここはシードレで割り込んでくる。まだ生きてる、死ななきゃ安い。さあ空がさあ2B がカウンターヒット。これはしっかり倒しきる。勝ったのはケイスケさんのリンネ、2連勝。いやー強ぇ、こっちのチーム、こっちのチーム最強だわ。職人のチーム、お前たちの職人ばっかだよ、こっち。この気やれやれ、好みを狙う。次座るのは本気さんのゴールド。さあついに出てきた200万ゴールド。友達のあれらしいです。買ったよって人は言えない。よかったよかった。それは出てないと思う。それは違うと思う。そろそろミトブラからローを呼んできた方がいいかもしれない。あ、はい、じゃあ誰かマイク、誰かマイク。ビーフィーンはガードして 2B から、さあゴールドコンボ決めてアシミション。これはグリッドはゴールドに来るでしょう。はい、バックス使って、さあ CSK もゴールドが来るぞ。グリームから CS 使って 3C、 これは芸術使わなくても死ぬかな。こうミスってしまう。投げがアシミ、アシミが見えた。強気なタグだが、まあだから CSK あるんで投げ抜ける。アシミネーション、そう再びやってくる。さあゲージ状況お互い五分。さあそこから開幕クーガー、この組み合わせは低空クーガーを打ちづらいんですね。アシミにじゃねえや、なんかもたれで勝たれるか。ただ地上クーガーが機能する組み合わせではあるんですが、さあトレーが2ビート噛み合って、カマの方が長いと。クーガーが構うより長くなったらグラス後ろにしよう。どうしてしっかり拾って、あそれは確かにある。 V を通す。いやまあ一応 5C は神経通ってる。有利を取って、もう5位は神経取ってないわ、やばい。 EB が引っかかる。いいフィットワースまで決めて、まで CS 剣は持っている。だからこの200あるからちょっと怖いのはあるが、中段立って、さあ画面端抜けれない。3C が見えてる。あ当たってしまう。見えてはいたが、これは死んでしまう。安定取って、取っていたのは本気さんのゴールド。いやーマジか、ゴールドとメルカは2強だったか。やっぱり力の強さならお前さんの方が上なんだ。ケイアさん赤月はポンコツ先生お願いします。そしてそれを使った文化の仕方が全員分かった。さあ次里丸くん入ってくるのは伊佐子さんのヒルダーですね。いやーやばいなこれ。ゴールドヒルダーがやばいね。まこの夜の元を歩く以上覚悟しろ。あったよ姿を見せな。いや、ヨウさんとクロウさんとデスさんがいたら、あ、まあ、キャラ的にワンとユズヨは辛いと思うし。そうだね、ビヨンさんか。さあ見ていきましょう。さあ開幕距離取って、
これはヒルダ側のペースになるか。ヒルダ側が辛い組み合わせですね。さあゴールド側は割と CS 権も取ってしまえばいろんなところで B グリーム確定しているっていう。さあ CS 権取ったか。さあピラーピラーだっけ。ピラーかな。あピラーだね。ピラーを刺してさあ置き攻め投げ通る。さあカマラッシュグリム。さあ CS 権取った。さあダッシュからダンス分身置いてうまく近寄れない。さあ2択いかない。欲しいちょいダンスから西は負ける。あーバレを潰して。さあ CS 剣ゴルドさあ強制じゃんけん中段当たってしまう。コミスってしまう。ここからでも逆転があるのがゴールド。ここでシースキンを使わせることです。あーってジャンビーがかかってしまう。入ってしまう。これは画面端までいかないけど、これはまずい状況ですね。ゲージもないですからね。中段当たって、さあちょっと様子見したが当たってしまう。しかし CS はヒルダ声が距離を離して。さあ強制2択、強制2択でグリップを回収していく。ピラーを刺してラウンドを取ったのはポンコツさんのヒルダ。さあラウンド2開幕グリム安定です。さあ 3C から有利な距離を取っていく。もし当たって、あ今のは不利じゃない。不利か。ボエが赤身が CS はキルネ行く。さあこれ抜けれるか。抜けられない。さあヒルダはどうする。グリメ安定。さあ画面端から抜けれないぞ。 CS は来た。さあこれは重い白か。必殺技白なので結構重い3分ダメージ。さあ当たってしまう。これがヒルダの強み。さあ CS 剣もう一回ヒルダ側に来るぞ。あ再び CS 使ってインクリス欲しいワード。おっとうまい。 EX グリム届かない。しかもこの城は重いぞ。3000取ってグリッドを取って、グリムが確定しているが決戦取ってシールドしたが西だがまだ倒しきれない。いやまあシミュレーション。やはりこの技運が悪い。いや今のは怒ってもいい。焦りが出てる。さあヒルダが去っていく。だがグリッドが大幅にゴールド有利になってしまってるんで、グリムがね。さあ CS 剣取った。釣り行動だったがしっかり様子を見られている。グリム CS 使ってアーサルトで、アーサルトで足通ってしまって、画面足ご集体。グリッドも来てしまう。投げ通るゴービーからコンボを決めて、さあヒルダどうする。ダンシー一旦距離を置いて、クイーンは読まれている。読まれて、これはインクリーン、あインクリーントワーサーが行って死んでしまうが、勝ったのは本気さんのゴールド。強すぎる。やっぱゴールド強い。ゴールド、おいおい、あと誰が残ってるんです。まさか今ので終わりってことはないだろう。皆さんに言ってもらいたいけど、皆さんやってる。あ、じゃあ黒さんお願いします。ゴールド、ゴールドだけどお願いします。ゴールド、ゴールド1枚削ってからにしろよ。結果的にはぶつけてほしくないけどね。残ってんのだってユズリハ、メルカバ、リオンさんが気分、僕のハイドなんだよ。で大将行く。大将だから、大将は最後で。レコードでやりたくなる。いやいや、そんなことはないです。このよいやいや、クロさん頑張って。あ、クロさん、クロさん待って。ああ、あら、リオさん、まあ、いや、まあまあ、もうクロさんお願いします。クロはないの。クロ、クロさんお願いします。リオ先生間に合わなかった。いや大丈夫、きっとクロさんなら何とかしてくれる。さあ2強、関東っていうか東日本最強メルカはで、バックゴールドユーリゴシー、やっぱりゴールドになる。近づけないようにゴシー選手室。わあ、レベルが出てる。お互いコンボに行けない。なんだこの試合。
そう、さあ、3C が死に上がって割れている。ダメ、端行かない。いや、グリッドは来るので、さあ、ゴールドが近づくのがちょっと難しいか。さあ、しっかり距離を取って、さあ、ここは捕獲しよう。これは死んでしまうでしょう。ゲージ使わず死んでしまいますね。いや、使わないとダメか。戻る、使わない。なるほど。ここは何もさせずにクロウさんのメルカバがまず1本ディバイド。いいよ、お願いお願い、倒してゴールド。中段割れてしまう、捕獲も引っかかって、グーリムがリバノを負けちゃうのか。でも CS が来るのでゲージはないが、飛んでない、防衛かな、ガーキャン。さあ、また近づくのもめんどくさいが、ここはゴシスカにシーモータルを誘う人が、さあ、シエスケメルカバー、グリッドはメルカバー、グラツルシの護衛から、護衛、焦りが出てるぜ。さあ、様子見から見えこう、俺はゴルドがゲージがないんで割り込みもしづらい。さあ、シエスケ来た、使わない、護衛使って、様子見からまた立ち回りに戻ってくる。さあ、この低空浮遊からの近づけない立ち回りを徹底して、グーリングが引っかかってしまう。今のはゲージ使って様子がなかったんじゃ、投げは抜ける、アーサルトジャンプ B、 これは死んでしまうでしょう。運が悪い。さあ、最終ラウンド、ゲージ上下は若干ゴールドユリか、ミトブラの癖が出ているか。さあ、リーグリは当たってしまって、枠足りない、あ、枠がやばい。枠がやばい、そう、枠がやばいっす。リーグリは当たって画面端、西重ねから家を通してゲージがないので、だから CS 剣はゴールドを守ってるぞ。下玉ガード、投げを通し てグリッドを切る、捕獲、捕獲、これはカーバが有利な状況。下段、これは見えない、画面端まで持っていく、虫つけて、打つね、あ、ジャイン当たるが、コム繋がらない、 3C がレイブキ当たって、あー、ミスってしまって、おー、投げすかに死圧光って、クロウさんの勝利、やった、クロウさん、ありがとう。じゃあ次枠行くんで少々お待ちください、少々お待ちください。枠内調整バッチリ、さすがクロウさん。